はい、はい、それでは、この話題に基づく分類辞書の作成と題しまして、名古屋技術科学大学の海沢幸が発表させていただきます。まず背景と目的について説明します。自然言語処理において意味処理を実現するためには、人間が考える形での関連語抽出が重要であると考えられます。例といたしまして、予鈴が鳴ったので教室に戻ったという文章から、人間は普通学校、これはこの文は、学校のことを学校に関する話をしているということが分かりますが、これらを、自然言語処理で、計算機が理解するためには、予鈴や教室といった語から、学校を連想する知識が必要です。で、これらを取得するための知識辞書として、思想ラスや連想概念辞書の利用などが挙げられます。で、まあ、主なこれらの資源として、日本語語彙体系や連想概念辞書等が存在します。しかし、日本語語彙体系においては、これは思想ラスであるので、まあ、上位下位関係などによって語を分類したものになっております。で、このような関係は、まあ、一例を挙げますと場に対する説のような上下の関係を記述したものです。そのため学校に対する登校するといったような語の関係を得ることはできません。また連想概念辞書については広く使われる語についても分類をしています。これは鬼怖いのような関係も複数記述されており、特定の、まあ、この場合であれば怖いといった語から、まあ、鬼を逆に連想することはできないため、まあ、特定の語から場面を判断することには向きません。そこで我々は場面や話題に基づいた分類辞書の作成を考えました。これは文章から話題や場面を特定することが可能になり、まあ、場面に派生する語も同時に取得することが可能になるといったものになっております。で、実際に作成した辞書がこちらになります。まあ、例を挙げますと、学校であればホームルームや、まあ、遠足といった名詞のほかに、まあ、入学するや登校するといった動詞も含まれます。まあ、また食材であれば、まあ、鍋や調理するといった語や、まあ、キッチン、また、まあ、調理過程といたしまして、まあ、塩もみするといった単語も、まあ、分類されております。で、まあ、このような辞書を作成するにあたって、まあ、どのような形で分類したかというのを次に説明していきます。まず大まかな分類の流れといたしまして、まあ、先ほど作成した学校やコンピューター、パソコンといったそのカテゴリーですね、そのカテゴリーの選定を行うために、まあ、話題に沿った質問や説明がなされているサイトから辞書のカテゴリーにふさわしいものをいくつか選定しました。そして、2番目として、まあ、先ほど選定したカテゴリーの次としてカテゴリーに属する語を、まあ、分類するために、まあ、辞書の構築としまして、Wikipedia のリンク情報を用いて、まあ、カテゴリーに属する語の候補を、まあ、自動的に抽出した後に人手で選別して、まあ、正確な辞書を作成しました。最後に辞書の拡充といたしまして、まあ、Wikipedia の詐欺性を持つページや、まあ、検索エンジンを用いて、まあ、クロールしたサイトの、5ページを用いてさらに辞書を拡充しました。はい、で、まずカテゴリーの選定について詳しく説明していきます。まず対象となるカテゴリーは、まあ、ここに記述されている Wikipedia に存在する記事一覧、 Yahoo 知恵袋に存在するカテゴリー一覧、 Yahoo ブログに存在するカテゴリー一覧の以下の3つのサイトから、カテゴリーの対象を抽出しました。ここでこの3サイトを選んだ理由は、まあ、これらのサイトでは各カテゴリーに沿った議論や説明を行っています。まあ、そのため人間が考えるような話題や場面に基づいたカテゴリーが抽出できるのではないかと考えました。そしてここで取得した、まあ、これらの、カテゴリーの中から、まあ各カテゴリーの代表語となりそうなものについて、まあ、私の主観で385を抽出し、で、これらの類似したものを統合して計228カテゴリーを取得しました。これはコンピューター、パソコンといった形で、まあ、それぞれコンピューター、パソコン、レース、モータースポーツといった形で、まあ、385抽出した後に、まあ、コンピューターとパソコンは同じものを指しているのでコンピューター、パソコンという形で、まあ、同じカテゴリー、同カテゴリーで、まあ、間にドットを入れて一つのカテゴリーとしたようなものになっています。で、このような形で、まあ、お酒、お笑い芸能、芸人、アニメ、声優といった形のカテゴリーが計228カテゴリー取得されました。次に、辞書の構築について説明いたします。まあ、辞書の構築には Wikipedia に存在するリンク情報を利用しました。これは Wikipedia では対象のページに関連する語に対してリンクが貼られることが多いです。まあ、こちらの図でいくと学校であれば小学校や夏休み、遠足、教員といった語がリンクされています。まあ、このように
ウィキペディアでは対象のページに対して関連する語に対してリンクが貼られることが多いので、まあ、今回辞書の構築に適しているのではないかと考えました。で、カテゴリーの代表語に対してリンクされているページを列挙して、記事本文での、そのカテゴリーの代表語の頻度を用いてページをランキングしました。まあ、この場合でいくと、学校であれば、小学校や教員、黒板や遠足、まあ、また、まあ、いじめといった単語が抽出されます。そして、小学校や教員のページの中で何回学校という単語が出てくるかを計算し、それらをランキングします。で、まあ、対象となる単語なんですけど、日本語解析システム雪だるまにて1単語になる語を対象とします。まあ、そのため、この図でいう学校週5日制や、技術科学大学といった単語が複数のものにのページについては計算から除外されます。そして、まあ、記事1000文字あたりで対象語が何単語出現するかでランキングします。まあ、レートの計算については、まあ、このような形の式になっており、まあ、単純に、記事の、まあ、総文字数で、まあ、記事中のその単語の出現頻度を割ってあげて、まあ、それに対して、まあ、ペナルティをかけたような形になっています。で、そのペナルティは、まあ、1000文字、記事が短い場合は、まあ、少ない単語の出現回数でもレートが高くなってしまうため、まあ、記事が少ない場合は、まあ、2乗のペナルティをかけてあげるような形になっています。で、このような形で、まあ、ランキングしたものがこのようになっており、まあ、上から順番に見ていくと、まあ、教論や進学するといった語が上からランキングで上位になっており、逆に関係のない哲学やアニメといった単語はランキングの下位に来ていることがわかります。で、これらの語に対して、まあ、こちらの形でレート計算を行ったものに対して、まあ、これらの候補に対して、まあ、カテゴリーに属するか否かについてを、まあ、私の主観で判断し、人手で選別しました。で、これらの対象としてなるのが、まあ、レート 0.1 以上の語となります。で、選定時の規則なんですけど、マフラー。まあ、マフラーはここで書いてあるように、原動機や防寒具、それぞれ、まあ、複数の意味を持つ語なんですけど、まあ、マフラーのように場面によって異なるものを指すようなタギ語については、それぞれ違うカテゴリーに分類しています。で、また、監督のように映画監督や、サッカーの監督といったような形で、まあ、複数の場面で使われるような語についてはそれぞれ違うカテゴリーに分類しています。またそれらに当てはまらない語についてはカテゴリー間でなるべく排他的になるように分類を行いました。で、まあ、補完手法との比較といたしまして、まあ、先ほど こちらのスライドで計算したこのランキングと、まあ、他の TFIDF や LDA といったものと、まあ、どのような差異があるのかという形で、まあ、比較を行いました。で、Bing の検索 API を用いて各カテゴリーの代表語、まあ、こちらで抽出したお酒や、まあ、ゴルフ、サッカーといった語ですねをクエリとして検索し、上位100ページをクロールしました。 TFIDF では各ページにおける TFIDF 値を各ページですね、ページごとに TFIDF を計算した後に、まあ、各代表語によって統合して比較を行いました。で、 LDA ではこちらのカテゴリーの選定で取得した228を設定して計算を行いました。で、まあ、カテゴリーに合致するトピック、まあ、ここに上がっているのは学校なのですけど、学校であれば、まあ、学校のトピックを表していると考えられるものを私の主観で選定して、まあ、比較を行っています。で、まあ、結果がこちらのようになっています。ランキングを見ていくと、まあ、上位から TFIDF でもや LDA でも学校に関連する語が、まあ、並んではいるんですけど、まあ、TFIDF では3番目に掲載するや、まあ、6番目に法といった形で、LDA ではまあ3番目に食といった形で、まあ、違う語が含まれており、もう上位15を見るだけでも若干もう違う雑音みたいなものが含まれてしまっています。で、まあ、上位100語ずつ学校カテゴリーに適しているかをそれぞれまあ評価いたしました。その結果、TFIDF では100件中17件、LDA では100件中27件が学校対カテゴリーに含まれてもおかしくない語だと、判断したのに対して、今回使用した Wikipedia を用いた手法では、まあ、100件中86件と、まあ、高い精度で関連語を抽出できており、まあ、このような辞書の作成において有用ではないかと考えました。次に辞書の拡充について説明していきます。まず Wikipedia に存在する多義語の説明を行っているページを分類しました。
まあ、ページとしては、まあ、デフラグ Windows や、まあ、継承プログラミング、マフラー原動機、マフラー防寒具といった形のようになっているんですけど、まあ、これらは先ほどの計算にて、まあ、雪だるまによって1単語になる語を対象としていたため、まあ、対象語から除外されていました。しかしこれらは括弧内に明確な属性が付与されているため、それに沿って人手で辞書に分類することによって辞書を拡充できるのではないかと考えました。まあ、結果721号を各カテゴリーに分類することができました。で、まあ、分類したものの一例としたいたしましては、まあ、先ほど説明したようにマフラーといったものは、まあ、原動機の方は自動車に、防寒具の方は衣服といった形で人手で分類しました。次に辞書の拡充にといたしまして、まあ、検索エンジンと TF-IDF を用いた分類を行いました。Wikipedia のリンクを使う手法では、まあ、Wikipedia に存在しない動詞やページが存在しない語については分類することができません。そこで Bing、 先ほどのこちらですね、こちらで Bing の検索の API を使って用いたように、まあ、Bing の検索 API を用いて各カテゴリーの代表語を計算し、クエリとして検索し、まあ、上位100ページをクロールしました。で、それらに対して TF-IDF を計算して、まあ、すでに分類された語を除いて上位200語でバッサリ切って、それ以上のものについて人手で確認して分類しました。で、まあ、その結果動詞や形容詞を含めた計2133語を新たに分類することができました。まあ、これは Wikipedia のページとして存在しない食べるや泳ぐといった動詞も正確に分類されています。で、まあ、結果といたしまして、計228カテゴリーに対し、計228カテゴリーを、まあ、Yahoo 知恵袋等のサイトから抽出しました。で、それぞれのカテゴリーに計11,589語を分類しました。で、この単純な異なり数では9,831語となっています。これは先ほど説明したように、多義性を持つ語や複数の場面に使われる語については、まあ、それぞれのカテゴリーで分類しているため、まあ、このような差が生まれたものと考えられます。で、まあ、実際に作成した辞書は先ほど説明したようにこのようになっていて、まあ、結婚恋愛でいくと、まあ、恋人やデートする、また不倫や、まあ、駆け押しするといった単語が含まれています。で、まとめと今後の展望になります。語の話題に基づいた分類辞書を作成し、計11,589語を分類しました。今後は辞書の拡張や自然言語処理タスクにおける性能の向上の評価を行っていきたいと考えております。で、まあ、辞書の拡張といたしましては、ワードトゥーベックなどを用いたさらなる辞書の拡充を考えています。また語彙獲得タスクなどにおいて辞書を利用した際の効果の検証等を行っていきたいと考えています。最後にここで作成した辞書については近日中にウェブで公開する予定です。URL については、論文の方をご参照ください。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。